今日は暑いね。なんかあの今日ね買い物行ったらまあ人が多かっただけど、あの洋服売り場ねすごかったよ今日は。くしゃんけど、車が止めれないぐらいね多いね。本当にあのまあ洋服夏はねシーズンがあれでしょ、プリント系だからすぐ取れちゃうから一シーズンなんだよね夏の服って、まあそれで洋服屋さんで売れるんだなと思ったね。夏は夏らしく暑いと売れやすいよね。最近自分よく買うとアニメ仕様がやっぱ多いもんね。まあちいかわちゃんとかも好きなんだけど、で洋服なんかもあのポケットモンスターとかね、あのカビゴン好きだからカビゴンあのついたやつとかね、ペコちゃんも好きだね。ペコちゃん昔あのペコちゃんっていうねあの不二家のあったんだけどね、今不二家のねお店だいぶ減ってしまってこっちにないんだよね。昔あったんだけどね不二家のペコちゃんの、まあ都会にはまだあるでしょ不二家のねペコちゃんのお店。いつかきっとワンダーランあった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 ってあったんだけどね。ミルキーはママの味でいつかきっとって、そんな感じだったんよ。うちの歌じゃなくてね。いつかきっとワンダーラン夢のある、あんな夢のある歌ね。昔はそういうコマーシャルあったんだけどな。いつかいいのワンダーランド、ミルキーはママの味って、まあみんなね何が趣味か知らんけど、まあそうね、うちはあの大騒ぎとか苦手だから、ああいうあんまり動画も見ないね。あの大騒ぎできないっていうのは性格上ね、人間ってずっと一定のねメンタルってないんですよ。私はそんな高くないし低い、あの上がり下がりが激しい。あ今日は今上がったな、朝上がったなって順で分かる。昔、うっちゃんなんちゃんで、うっちゃんなんちゃんって昔おったんやけど、うっちゃんなんちゃんの、あの、笑う犬の発見ってやったんだけど、冒険かな。あれで、なんか、なんか、ミル姉さんっておったんだけどね。内村さんが、ミル姉さんってやったんや、昔ね。それで、そうね、あ、まただわってわかるんだよね。ああ、落ちたな、っていうことでね。ちょっと気分が落ちたな、ということでね。気分が安定してくれれば一番いいんだけどね。まあクレペインで出るよね答えがね。あ今日下がってんのとか下がってんのとかね。あれ計算が一定じゃないと意味がないということでね。あれだね。そう。ねもうこれねプチプチに、ね、まあならなくなったね。もうなんかこれ最近のプチプチでさちょっと空気がさ。あれなんだよね、偏りがあるよな。荷物届いた時にあのちょうど届くようになってるんだけどね、入ってるんだけどプチプチっていうのはね。まあ、これが趣味な人はもうね多分どっか行ってしまうだろうしね、最近もうこんな最近こう暑いよね。あの6月もさこう待つというかこうなると暑い。